皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去25時間のハイライトをいくつか見てみましょう。朝が強い人もいれば夜に活動的になる人もいる。どちらの方がお気になるところではないだろうか。調べ編集部では 全国10から60代の男女733名を対象に活動時間についての調査を実施朝よりも夜の方が活動的になると答えた人は全体で49.6%と半数に迫る割合である関連記事星座は足が痺れるので苦手 年を取るほどできなくなる理由とは、青年代別では男女共に若い世代ほど割合が高くなるのが印象的だ。若い子、朝が苦手な人も多いようだ。朝はとにかくたとえ休みでも何もやる気にならない。土曜日はとりあえず昼頃まで寝、動き出すのは昼頃から。 そして本調子になる。やはり、夜かな、20代、女性年を重ねる。夜型から朝型へ移行する人が多くなる。最近はだんだん夜に弱くなってきた気がする。午後10時くらいになると眠たくなり。そのまま寝落ちしてしまうこともしばしば。もっと若い頃、12時過ぎくらいでないと眠くならなかったのに。 四十代、女性高齢者の朝が早いの。有名な話だ。若い頃はずっと朝が弱くて、起きるのにとても苦労し、しかしいつの間にか朝型の体質になり、無理なく、スムーズに起きられるようになっている。そのうちに、四時くらいに起き出すおじいちゃんになるんだろうな。四十男性朝活が、 ブームになり、朝方を目指したが、途中で挫折してしまったケースも、一時期、朝活みたいなのが話題になったので、自分も早く起きて活動しようと頑張っていた。しかし基本的に夜型人間の僕は寝る時間を早くすることができなくて、そんな日々を続けていると、当然ながら寝不足。 自分には無理だと思って諦めた。30代、男性年を重ねるにつれて、だんだんと朝方になっていく人が多いようだ。合わせて読みたい人の気持ちは変えられないものしかし、自分の考えを押し付ける人も、文、調べ編集部、ニャック、調査概要、方法、インターネットリサーチ、クズ調査機関、 2019年10月28日から2019年8月30日、対象、全国10代から60代の男女、733名、有効回答数。